こんにちは。密着記録へようこそ。この日、アフガニスタン北東部のクナル州において、数名のアメリカ兵士が山の斜面から村を偵察し、情報収集の任務を行っていた。突然、数人からなるこの偵察隊は、山の向こうから銃機関銃で激しい攻撃を受けていた。37歳の兵士テッド・ダニエルズは、他の隊員の安全な撤退を守るため、最初に前に出て、あえて丘の上に立ち、目立つ位置を選んだ。ここで彼のヘルメットに取り付けられたカメラが記録した映像を見ましょう。この時、テッドは仲間の撤退をさらにカバーし、敵の注意を引き続けるために山を降りることを決めた。向かい側からの激しい銃火がテッドを狙っており、彼の右足の数インチ先で土煙が巻き上がっていた。スローモーションで見てみましょう。テッドはさらに安全な隠れ場所を探していた。視点は地面に移り、そこには機関銃の弾丸が残した跡が見えた。テッドが歩くごとに、それが彼の最後の歩みかもしれなかった。この瞬間、敵の弾丸がテッドが持っていた M203 グレネードランチャーの銃身をぶち抜いた。 M203 はアメリカ陸軍によって開発された 40mm 敵弾発射機で、主に M16 アサルトライフルや M4 カービンに装着される。I'm hit!その時、テッドが再びライフルを手に取った際、ライフル自体はまだ使用可能であったが、敵弾発射機の銃身には 7.62mm の弾丸による穴が開いており、もはや使用不可能であった。その時、仲間たちはすでに撤退しており、テッドは何発もの弾丸を受けて行き場を失っていた。そんな状況の中で、彼はきっと深い絶望を感じていただろう。I'm hit! 数秒後、彼のカメラのバッテリーは切れた。37歳のテッドはインタビューでその後の出来事を語った。彼は合計で4発撃たれ、1発がヘルメットに当たり、3発が体に当たったが、どの弾丸も彼の防弾チョッキやヘルメットを貫通することはなかった。結局、彼は無事に逃げ出し、重大な怪我を負うことはなかった。戦争では、先進的な技術装備が兵士の命を救うことは可能だが、戦争の残酷さを取り除くことはできない。
激しい戦闘の最中、兵士たちは常に重大な心理的および身体的なストレスに直面しており、そのようなストレスはどんな防弾チョッキやヘルメットの耐久性をも大きく上回る。アメリカ軍が使用する高度な装備は技術の進歩を示しているが、本当の安全や平和は高性能な装備だけでは得られない。ヘルメットは数万円、防弾チョッキにはそれ以上の価格が設定されているが、これらの金額は人の命の価値とは比較にならない。そしていかに高度な装備であっても平和を願う気持ちにはかなわない。